本日は貴重なお時間いただいて誠にありがとうございました、岡崎社長。いいえ、こちらこそ。飛ぶ鳥を落とす勢いだったにもかかわらず、突然の社長交代をされたつくも、そのつくものビッグスターズールのマネージャーであるあなたに会えて非常に楽しい時間を過ごせた。もったいないお言葉です。モモ。はい。ユキ。何？おいで。また気取って。指先一つで僕を招ける立場だと思うなよ。いいから来なさい、ユキ。仕方ないな。紹介しましょう。うちの可愛いビッグスターリバーレだ。存じております。なんでお前は僕らを横にはべらせたがるんだ。威嚇するための演出だよ。虎とかの剥製かなんかだと思ってる。こらこら、静かに。はーい。宇津木君、前のつくも社長にはこの子たちを随分可愛がっていただいたようで。ああ、俺は執念深い太刀じゃないが慎重な男だ。この業界に二度と暗雲が立ち込めないよう用心と備えは怠らない。反つくも同盟と呼ばれた人々はいつの間にか岡崎社長に仕切られたそうですね。人望かな。頼られると断れなくて。僕らっていうか桃が集めた組織なのに。いいよいいよ、バーベキュー用のお肉セット社長からもらったし。桃、ユキ、ちょっと君たち静かにできない？剥製じゃないんで。話進まないから黙ってよ。ごめんね、宇津木さん。いえ、お気遣いなく。君の言う計画に乗ってあげてもいいが、業界の仲間たちはつくもの社員を信用することはできないだろう。主導権はうちがもらうよ。リント。はい、社長。彼から事業を引き継いで。わかりました。宇津木さん、申し訳ありませんが。いえ、信頼できる方に任せることができて心から感謝しています。これは食材のつもりですから。